タイムカプセル、タイムカプセルとは、カプセル状の容器にその時代のものを入れて地中に埋め、そうしないものもある、ある年月後に開けるものである。日本で知られるものとしては、1970年の日本、万国博覧会の年に、松下電機、現、パナソニックと毎日新聞により企画、制作され、大阪城公園に埋められたタイムカプセルがあるが、 6970年開封よ、学校においての卒業記念や、会社の創業周年記念、建物竣工記念などで作られることがある。タイムカプセルという用語の登場は、口実のように、ニューヨーク万国博覧会とされるが、貴重品を、後世のために隠しておくというアイデアは、遠く、メソポタミア文明にまで遡り、メソポタミアの都市遺跡の城壁の中に隠されていた。 小部屋の中から五千年前の箱が発見されているなど、神殿や城塞の建設時に記念物を埋めることが行われてきた。現存する人類最古の文学であるギルガメシュ女子史の冒頭は、ウルクの城壁の礎石の中にある銅の箱の見つけ方から始まる。この箱にラピスラズリの名盤に書かれたギルガメシュの物語が保管されおり、ここから彼の物語が語られる。また、 末法思想の影響を受けた日本では、経典を後世に残すために刀、石、金属などで作られた、容器、経術に収め、さらにそれを、石、刀製の外容器に入れて、除湿剤、木炭ともに埋納する糖塚が多数作られた。最古の糖塚とされる、金宝山糖塚では、1007年、観光4年在名の経術が出土している。 現代につながるタイムカプセルの発想自体は、1876年のフィラデルフィア万国博覧会ですでに現れており、センチュリーセーフ、世紀の金庫と名付けられたタイムカプセルが100年後に開けれる予定で用意された。1936年、ジョージア州アトランタのオグレソープ大学、オギルソープユニバーシティは、文明の地下制度をクリプット・オブ・シビライゼーションと呼ばれる、 小さな地下室を学内ホールの地下に作り、様々な書籍を撮影したマイクロフィルムや映像テープ、音声テープなどを収納して、ステンレスコーのドアで密封し、8113年に開けることにしている。これは、タイムカプセルという言葉のできる前のものだが、現代の意味のタイムカプセルの最初のものとみなされている。 現在のタイムカプセルという言葉の直接の起源は1937年になる。1939年ニューヨーク博覧会の準備中、文明が崩壊しているかもしれない5000年後、イコール6939年のための次元爆弾タイム棒を埋めることが提案された。このアイデアは採用され、より温当なタイムカプセルという言葉が使われるようになった。この タイムカプセルという語を考えたのは、同博覧会の広報担当であった、広報専門家で SF 作家のジョージ・エドワード・ペンドレーだったとされる。1939年、ニューヨーカ博覧会において、ウェスティングハウス社の展示の一部として、巨雷型の長さ7フィート6インチ、直径8インチ、重さ800ポンド、363キログラム、内径6.5インチ、 16.5cm のタイムカプセルが製作された。7つの中鉄の円筒がアスファルトで結合されたもの。内側は耐熱ガラスが張ってあり、真空にされた上で窒素が充満された。ウェスティングハウス社の作った銅99.4%、クロム0.5%、銀0.1%の合金である、キューピロイと称する合金でできたカプセルは、 鉄より硬いと宣伝され、糸巻き、人形、本、主な穀物の種を入れた、小瓶、顕微鏡、アーコ映画の15分間のニュース映像、シアーズ・ローバック社の通信販売カタログや約1万4000号、含む辞書や年間を撮影したマイクロフィルムが、日曜雑貨や当時の記録が収められ、フラッシングメドウズ公園の会場内の地下50フィート、15メートル、 百9 3 8年9月23日、A.W. ロバートソンによって埋められた。中に入れるものとしては他に、万年筆、製図用鉛筆、懐中時計、電球、タバコ入れ、パイプ、薪きタバコ、化粧品、婦人帽、メガネ、歯ブラシ、歯磨き剤、小型写真機、カミソリ、缶切り、数種類の貨幣、重要金属と合金、毛、木綿、絹 リンネル、レイヨン、グラスファイバー、ゴムファイバー、アスベストクロース等の繊維類、ポートランドセメイト、天然ゴム、人造ゴム、人造樹脂、5000年後に欠乏しているであろう、石炭、普通の書籍約70冊、分2万3000ページの書籍の極小フィルム、聖書1冊、このカプセルがいかにして成り立ったか、その発見方法、英語発音に関する注意、 将来人に渡されるべきメッセージを含む、ザ・ブック・オブ・レコード・オブ・ザ・タイム・キャプヤセラブカパロイという、書籍一冊、計二冊の実物大の書物がある。1965年、同じ場所で開催された1965年、ニューヨーク博覧会では、2個目のカプセルが10フィートとなりの、同じ深さに埋められた。2つのカプセルは、同じ6939年に開封される。 予定になっている。なお、大阪万博のタイムカプセルは、ニューヨーク万博のタイムカプセルの影響もあって、実施された。以後、地中に埋められたタイムカプセルは、埋挙に暇がないが、宇宙に放たれた、広い意味でのタイムカプセルもある。パイオニア10号11号に取り付けられた、金属板、及びボイジャー計画に伴う金のレコードは、遠い未来に、 地球外知的生命体に発見させ、内容が解読されることを期待して設置された。打ち上げが予定されているケオ衛星は、未来人に当てた人々のメッセージが集められた DVD および DVD プレイヤーの組み立て方説明書を収容したもので、フランスの芸術家、科学者であるジャン・イ・コール・マルク・フィリップが発案し、ユネスコ・ハチソン・ワンポア、 欧州宇宙機関により講演されており、5万年後に地球に戻る予定だが技術面などの問いから、たびたび延期されながらいまだ打ち上げされず、現時点では中止などの発表がない。現代では企業が自社ビルを建築する際に、礎石として箱型の低粗箱を埋め込み、建物の図面、低素式当日の新聞、出資者名簿、 従業員名簿などの記念品を収めることもある。星新一の SF 小説のお土産では人類が登場する以前の時代に地球に降り立った宇宙人が後に誕生する人類の繁栄を助けるのに必要な様々な知識の詰まったものを銀色の卵に入れて地球を去った。その後人類が誕生して文明が起こることにより今日に至る繁栄を築いたが卵自体は 存在が知られないまま核実験が行われたことにより、すべてが消失した。日本では記念時があるたびにタイムカプセルを埋める、監修がすでに根付いている、人為的なタイムカプセル。特にその監修の影響を色濃く映しているのは、学校など、教育機関である。しかし、これらは、自発的に起こったものではなく、学校で、 タイムカプセルを埋める監修が出てきたのは前期した大阪万博のタイムカプセルを日本中の学校や自治体が模倣し始めたことでこの監修は始まったのである。そのためタイムカプセルエキスポ70が大阪城前広場の地下に埋設されたことを受けて日本人にタイムカプセルイコール地中埋設のイメージが広まりタイムカプセルを地中に埋めるのが一般的になってきたのである。 しかし、ただ模倣するのではなく、時代背景、少子高齢化など、や用途に合わせ、その慣修は埋設の方法、年数の設定、開封のタイミングなど、形式的な側面は時代ごとに変化してきた。この時代ごとに変化するという特性が、タイムカプセルを埋める慣修が、現在まで残ってきた一つの要因である。例として挙げるならば、卒業成人式という形式が生まれたことである。 また、学校など教育機関に限定されるが、学校でタイムカプセルを埋める慣習は惰性によって続いているものであると考えられる。それは、下記の問題点を受け、埋設されたものの、開封されないタイムカプセルが目立ってきているためである。つまり、開封よりも埋設に重きが置かれているため、埋設することがルーティン化したのだ。ただし、 学校は教育の場であるという概念の、か、タイムカプセルを埋める行為は、公共の場の指摘利用にあたるとして、タイムカプセルを埋める習慣を、否定的に捉え、禁止している学校も多い。内容物の保存状態にまつわる問題は、少なくない。しかし、これらの多くは、開封時まで気づかれないことも多い。タイムカプセルを、未来の所定の期日まで開封することなく確実に、 破損のないそのままの状態で保管しようと、本格的に保存処理をするならば、実際には温度や湿度を管理、検査するための様々な設備、これら設備を稼働させる電力が必要である。埋設後も、相応の維持費用や、専門的な技術者による定期的なメンテナンスが必要になり、それを誰が負担しまた開封まで負担し続けることを、確実に保できるのかという問題も生じてくる。 実際、風刊して埋設後は、数十年間放置されただけで、管理と一口に言っても実際には、公園や庭園などの片隅で簡素な目印程度のものが置かれただけという境をたどったタイムカプセルでは、少なからのケースで開封後の確認時に、地下水や地面に浸透した雨水の侵入。 タイムカプセル設計時の熱容量への配慮不足による排熱の失敗などが要因となって内容品破損、汚損が発覚している。開封後に紙や各種金属製品にまつわる酸化による劣化に伴う状態不良が判明することも多く、究極的には地球上にごくありふれた酸素でさえ長期保存を行うタイムカプセルの内容物にとって重大な脅威である。 収蔵品の中には、埋設当時アスベスト等の化学物質を原料としたものもあり、保存途中で生体への有害が指摘され生産が禁止されたものも含まれている。マイクロフィルム、磁気テープ、DVD、ブルーレイなど記録する媒体自体が時間とともに劣化し再生できなくなることと、これらの媒体内にあるデータを読み取る機器や規格が廃れる可能性などの問い。 記録した言語が滅びてしまう問題。数千年先の未来まで一度も開けないと、途中の世代がその中身の読み方を忘れてしまい、価値もわからなくなり、結局無価値になるという問題、批判も指摘されいる。タイムカプセルの管理にまつわる問題もある。上述したように、本格的に管理をすると、何かにつけて費用が発生するし、実質的に放置状態の場合にはいざ掘り返して、 開封という段になって問題が発することも少なくない。十数年程度での開封を予定しているものですら、適切な管理がされていなかった場合、埋設地の目印の普及や紛失、周辺の建築物や構造物の改築などにより埋めた場所が特定できなくなるケース少なくない。当時は植え込みなどの一角に埋設されたカプセルの存在が忘れられて、後年にその場所が 駐車場や道路として舗装されてしまったり、直上に建物などの構造物が建てられてしまったケスもある。特に、教育機関や公共施設、企業では、人事異動や退職の際にタイムカプセルの件について、引き継ぎがされず、やがて埋設の当時を知る職員がいなくなり、目印が撤去されたり施設が改築されるなどした結果、埋めた場所が半然としなくなり、 いざ開封という段になってから、金属探知機や埋設物調査の会社を投入して、探索が行われるということや、当時の曖昧な記憶だけを頼りに、あちこちを掘り返して無駄な労力や費用を使うというケースも少なくない。少子化に伴う学校等廃合などにより施設が廃止され、その跡地が企業に売却されたり住宅用地として分譲されるケースもあり、この場合、 タイムカプセルの扱いが問題となる、あるいはその時点では存在が忘れ去られており、後年になってから騒動となるケースもある。建物を作る際にたまたま発見されたこともあり、誰が埋めたかなどが特定しにくいこともある。過疎地域である場合、埋めたものの廃校や高齢化、さらなる過疎化の進行などの影響で地域のコミュニティ自体が事実上崩壊し、施設の管理者のみならず、 埋めた当事者自体もいなくなってしまういう形で、そのまま忘れ去られてしまう可能性もあり、実際に千葉県や大阪府では、引き継ぎされなかった忘れたで、紛失が発覚したこともある。数百年か数千年後には、人が誰もいなくなっている可能性もあり、文明が崩壊していれば、誰にも発掘や開封が不可能になる。 イベントなどで埋設されるタイムカプセルの多くは耐久性とセレモニーで用いられるデザイン性の両立が考慮され埋設感も含めて変質しにくい材料で堅牢な構造でなおかつ常実のように内容物の破損を防ぐため機密が長期間維持されるようにしなければならないカプセル本体についてはちょっとした大きさがあるものだとの材料としてだけでも 数十キログラムかそれ以上の重量となり、素材としてアルミステンレスなどの金属が用いられることも多い。また、熱容量などの関係からも安易に軽量化はできず見た目のサイズの割には重いものになりがちで大型イベントにまつわるものでは数トン規模の重量になることもある。カプセル本体を保護する埋設管がある場合も同様の金属類が使われることが多い。このため、 金属価格が著しく高騰すれば、タイムカプセルの中身ではなく、タイムカプセルや埋設管の素材として用いられている金属類をスクラップにしての転売を狙った、洞窟などのリスクも管理者は考えなければならなくなる。タイムカプセルには未来の人類に対するメッセージとしての夢も、ある一方、批判も少なからず存在している。歴史学者、ウィリアム・ジャービス。 ウィリアム・ジャービスは、こうして意図的に作られたタイムカプセルは役立つ歴史的資料を残さないと述べている。これに対し、突然の火山噴火によって渦漏れたポンペイ遺跡のような意図せざるタイムカプセルは、暮らしぶりを描いた壁画や家々の壁に描かれた選挙の候補者を宣伝する落書き、火災道具、いろいろに放置された食べ物、灰に埋まった人の後にできた空洞など、 古代ローマの日常生活について知る手がかりが豊富に残されている。歴史家の中には作った人の日常生活がわかるもの、例えば日記帳、スナップ写真、書類などを入れればタイムカプセルの歴史的価値が上がるだろうと示唆しているものもいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。